中国・甲州で開催されているアジアジパラ大会最終日の28日陸上男子走り幅跳び T63 イコール義足で近藤元が6メートル1 6の大会新記録で金メダルに輝いた近藤は率直に嬉しいです昨日の 100m でメダル取れなかったのでそのリベンジで幅跳びで金メダルを取れて嬉しかったです記録は自己ベスト体で 本当は自己ベストを更新したかった。次の目標は、来年神戸で開催される世界選手権で100メートルも幅跳びもメダルを獲得して、パラリンピックでは順位の高い、上のメダルを取れたらと思います。と話した。1500メートル、知的障害、では、男子の大河内健太と女子の山本萌子が金メダルを獲得した。杭州アジアパラ大会は28日。 7日間の熱戦の幕を閉じた。今大会のメダルランキングは、1位が中国で521個、金214、銀167、銅140、2位はイランで131個、金44、銀46、銅41、3位が日本で150個、金42、銀49、